はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画376回目は2010年に山田家伝来大奇術虎の巻の中に入っているバイスクルライダーバッグブラックです。この長い名前のものは劇場版トリック霊能者バトルロワイヤルという2010年の映画とコラボして作られたマジックセットの中に入っているバイスクルになります。で、通常のライダーバッグブラックと違ってこのスペードのマークがなくなっている以外には中にマジック用のカードが3枚封入されているみたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。真ん中の表示がないバイスクルライダーバッグブラックです。横面がエアクッションフィニッシュメイドイン USA、 反対側がザ・ US プレイングカード CO、 上面が808と表記されていて、クロージャーシールは黒で、もちろんライダーバッグ黒です。下面がバーコード2010年 USPCC のアランガー KY 製で、まだねリサイクル紙が使えてない時代ですね。工場移転直後なのでまだ808という表記がある時代だったんですね。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。ちょっとパンパンに貼ってますね。おそらく2010年製では確実にあるので11年経ってるんですよね。はい、こちらバック面ですね。で、中が白で、うわ、塊になってくっついてますね。久しぶりにベリベリ言うタイプですね、これ。はい、剥がれました。だいぶ反ってますね、これ。で、1枚目が2枚目、2枚目までがまずマジック用に使うカードですね。で、これはあ、クローザーシールの一部ですね。で、もう1枚がバッグがあって、これ表面表示があって、箱の上に乗っけるとこのマークがある状態でこのない状態になるっていうのに使えるマジック用カードですね。これかなり貴重ですよね。で、これがある代わりに56枚っていう枚数が変わらないのでジョーカーが1枚ない状態ってことですね。で、これは後で見たいと思います。でも、このカードがないと53枚になっちゃうんですね。はい、一応上に乗っけときましょう。で、スペードのエースはホッチマンコードなしで普通のスペードのエースですね。数字のカードは全くスタンダードと同じ。はい、絵札のカードも全く同じですね。で、その他中身のカード全部同じですね。ただなんか触り心地が違う気がします。もしかして滑りがむちゃくちゃ悪いのかな。はい、ハートのエースまで全部中身はスタンダードのものと全く同じです。2019年のスタンダード54枚と2019年のスタンダードと同じ厚みです。はい、全く滑らない。なんかあの表面がいつもよりツルンツルンでザラザラしてないんですよね。中央のところエンボスっぽいくぼみはあるんですけど、エンボスがめちゃくちゃ浅いっぽい感じなのと、あと時間が経ちすぎてちょっと品質が悪くなってるっていうのもありますね。滑りの方はめちゃくちゃに悪いです。あのかなり前に開封したパーティースターターズも2010年だったのにそれと全く同じですね。全然滑らないです。
弾力の方はちょっと曲がりすぎててめちゃくちゃ使いづらいですね。こちら側から異常に硬くて、この反ってる方のバック側から異常に柔らかいです。こんだけで反ってるので、一応まあ反りは反りが反りすぎてる感じでファル入れてみます。入っていきません。じゃあフェース側から、こちら側からも入らないので、モダンカットとかトライショナルカットとかそういう次元ではなく、なんかそもそもめちゃくちゃ入りにくいですね。一応斜めでもやってみましょうか。斜めにしても全く入っていかないです。ファローは諦めた方がいいみたいですね。じゃあマジック用カードを使ってみましょうか。これはどうしたらいいのかな。まあ、この中の一つをフォースした状態で、これはこの中にあなたのカードがありますよねっていうギャグで使うっていう使い方だと思います。じゃあこれはとりあえず置いといて、ではカード当てのやつ使ってみたいと思います。適当なところでストップかけてもらうという感じで選んでもらうとして、ハートの2を選んでもらいます。で中に入れて、スペルのキングを使いますね。でこんな感じでやるとハートの2が刺さっていって、選んだカードこれでしたかっていう使い方だと思います。では箱のカード使いたいと思います。単純な方法としてはこんな感じで重なった時に回収してあげるとか、これ広がりにくいですけどこんな感じでファンで覆った時に回収してあげるとか、こういう感じでマークがなくなりました的な使い方だと思います。山田家連帯大吉虎の巻についてるバイスクルライダーバッグブラックを開封しました。というわけでマジックセットとしてはちょっと品質が悪すぎる感じなんですが、こちらパッケージの方はこんな感じになっていて、中にこの大吉虎の巻のブックレットが入っていて、そちらの方を見てこのトリックカード3枚を使うという感じなんですが、残念ながらねこれ単体で出品されていたのでこちらの方がないんですが、これを使うにはちょっとね素人では逆にこの品質だと難しいと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダード同じ厚みなので、厚みは普通、品質の方は最低最悪です。劇場版トリックとのコラボで、まあマークがない感じの、マジックデザインのコンセプトデザイン、入手は困難なのでレアデックになります。かなり古いんでね。山田家連代大吉虎の巻についてくるバイスクルライダーバッグブラックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。